先月、赤松荘で秋祭りが開催されました。祭り会場は多くの模擬店やステージでの出し物などで多くの人でにぎわっていました。祭りには多くの人が協力しています。長野地区の皆さん、豚汁や商品の販売です。田島小学校教養委員会の皆さんはフライドポテトなどの販売で協力しました。利用者の皆さんは家族や関係者と食事し、よさこいなどの踊りで楽しみました。毎年訪れる民謡会の皆さん、一緒にずんどく節です。会場ではよさこいの合人や林道、そして24日に公演を行ういぶきのダンスも披露されました。私たちは南会津の小学校4年生から高校3年生で活動しているチームいぶきです。今日はいつも私たちが公演している内容とはまた違った曲を取り入れた今日の特別バージョンの福島は負けないというバージョンを披露いたしますので、よろしくお願いいたします。
私たちの住む福島はあの日から何かが変わってしまった。空も海も森も川もそのままここにある何かが変わってしまった。少しずつあの震災を忘れてしまうことも増えてきたけど、絶対に忘れちゃいけない。忘れちゃいけないけど、起こってしまったことを元に戻すことなんてできない。だとしたら、あの震災は私たちに何を学べというのだろう。今も昔と変わらない。震災で一緒に避難してきた南相馬の美穂ちゃん、元気かな。今はもう元気に学校に行ってるって手紙をもらったけど、あの時は全然話もしてくれなくて、打ち解けるにとっても時間がかかったな。福島を離れなくなかった人も、ここに残ってる人もみんなで協力して、福島を元に、いや前よりももっといいところにしなくちゃって思ったんだよね。けどそれには何をすればいいのかな。私にはまだわからないけど、いつかきっとその答えが見つかる。よし、私も頑張るぞ。毎日を一生懸命生きていれば、いつかきっとその答えが見つかる。そんな気がするんだ。歌舞伎は子ども歌舞伎でも演じられている南山義民の石踏みの四郎伝の現代組踊り版です。24日土曜日、お蔵入り交流館で上演されます。昼の部は13時30分より、夜の部は18時より開演します。チケットは立岩の事務所のほか、上中町丸山館でも販売しています。